焼津漁港を舞台とした冷凍カツオの窃盗事件で、焼津漁協は窃盗グループ側から現金を受け取っていた職員10人に対して停職などの懲戒処分を出しました。冷凍カツオの窃盗事件をめぐっては、これまでに複数の窃盗グループが摘発されています。焼津漁協が職員への聞き取り調査をしたところ、これまでに職員10人が窃盗グループ側から1日あたり現金2万円ほどを受け取っていたことが分かりました。焼津漁協はこの10人に対し、停職2ヶ月から5ヶ月、係長級職員などには降格の懲戒処分を出しました。さらに受け取った金額の返還も求めています。